FM 大阪からお送りしているマルシェ国毎週水曜日のこの時間はピックマルシェ五百六十万人以上のユーザーを持つソーシャル経済メディアニュースピックスとのコラボレーションで国内外百メディアのニュースのほかニュースピックス編集部が作成するオリジナルの記事を紹介していきます今週もニュースピックスから平山さんにお越しいただきましたおはようございますおはようございますよろしくお願いします今日は七夕 えー、ガラスの向こうの方に短冊がたくさん置いてありますけども、はい、平山さんは願い事書くとしたら何て書きますかはい、えー。先ほどもねスポーツ観戦に行きたいっていう、うん、いつもあったんですけど僕もいはいスーパーボールに行きたいです行きたいです、はい、行けないんですけどチケット取れないですよね <laughs> そうなんですどうやってるのかも分かんないぐらいのレベルですけどえ取れたとしてもビッ くれするようなもんなんですよね,ですね。はい、ちょっと考えられない値段で、一番後ろの席とかなので。一番後ろで何十万ですよ。そうですね。多分、何十万で買えるかどうかのレベルだと思いますけど、ねはい。で、かなりいい席になると。はいまあ、もう売ってないですよね。百 <laughs> 万超えますからね。はい、普通にね、すごいことですけど、夢は大きく持った方がいいですね。そうですね何かのきっかけで。<laughs> でも、この方は、もういつでも見に行けるんじゃないでしょうか。はい、今日のピックマルシェは、あのジェフ。 ベゾスさんについいてです、はい、そうですすはそうねアマゾンを作ったというジェフ・ベゾスさんのお話を今日しようと思っているんですが、はい、えと今週の5日ですね、えー、と現地の時間だと昨日になるんですけど CO e を退任された、まあ、これ発表されていて昨日退任されたという日になったんですが、うん、まあこの日はあの27年前に、まあ、ベゾスさんが自宅のガレージでアマゾンが誕生させた日。あー その日にその日市議、まあ、を退任されたという話なんですけどはいなんでだろう、はいろ、まああのー、あったんですけどまあ宇宙に行くっていうのが一番言われてますけど今,今の流行りですかこ宇宙とか月に行くのは <laughs>、はい、もう今月です今月あもう、はい、宇宙に行かれますねということはトレーニングはされてるんでしょう、ね、なんでですけどねまあああのご自身で、あのーうん 会社やってますんで、あのイーロンマスクと同じで、うん、あの自分でロケットの会社を持ってますんで、そうか。こで一番ないいのが自分だという形ですね。それはあのもし何か。 いいけななかからととううこででで一応退任したんんすすねどまあそれもあるとは思うんですけど区切りをつけてということだと思うんですが、はい、まあこのアマゾンですね実はあのベドスさんですね、えー、とまあ皆さんご存知の通り、あり本が普通に届くという本屋さんから始まってるんですけど今やもうえとビデオのストリーミングもやってますしキンドル e という電子リレー,ーもありますし、うん、あとエコーっていうね音声 AI とかもやってますけど 1>,、うん、1台で時価総額190兆円の企業に。 しているとガレージから190兆円。<laughs> もうなななんかかす,すぎて分からなくなりました、はい、でこのベゾスさんのですね、はい、アマゾン帝国を築いた裏側にはあの自らリーダーとあと自らとリーダーに、うん、あの求めた16のルール16個ですねルールがあったんですけど、はいまあ、今日はちょっとそれを紹介したいなと思っていましてしまちょっと全部をご紹介できないのでアマゾンでも働いていました、えー、とジョンロマ、えー・ロスマンさんという方が、まあ、3つ。 教えててくれてるので、まあ、そこをちょっと取り上げてててお話しさせいいただければと思っています16個全部言えないんですけど、えーとまあ、例えばですけど、うん、顧客を起点に行動するとか、うん、まあ革新とシンプルさを追求する結構アマゾンでシンプルなサイトがなってるんですけどあと倹約の精神を持つとかこういうのが16個並んでるんですけど<い>まあそのうち3つに絞ってお話をしますというところです。 でえー、とまず一つ目がですね、えー、徹底したカスタマー主義です、ね、お客さんを大切にするということで、うん、まあ利益が阻害されても顧客に対して前に正しいことをすべきということを貫いている素晴らしい、はい、で具体的に言うとですね、うん、例えばあの昔なんですけどクリスマス商戦の時きに、はい、アップルの iPod の注文が4000個入っていたらしいんですね。うんはい、ただかかから電話っかかかってきてきもうちょっと あの新しい iPod 作るから、うん、古いやつ作らないからもう4000個はちょっと収められないですっていう連絡があったらしいですね。うん、でもうこれをお客さんに言ってキャンセルするかって話になったらしいんですけど、うん、スタッフ全員で4000個市場から買い集めてきて、うん、えで自分たちでこう放送して送る、はい、ということをされたすごいですね。で当然コストもですね、はい、あの普通に買うよりもかかりますんでそう、ね、あのまあ まあ赤字というかコストすごくかかったんですけどそれをまああのベースさんに後日伝えたらまあ仕方ないねとただアップルがよくないからアップルにお金払ってもらおうって言ったらしくてですねま結果交渉したところで折半することになったらしいんですけどまあお客さんにキャンセルすることなく自分たちで買い集めるという道を取るまあお客さん重視だと。 ね、いうことをまあ貫いてるストーリー。今もそうですもんね。そうですね。返品とかも本当に対応、はい、素晴らしいなと思います。そうなんですよ。でもう一つあのお客さんの話で言うと、えっ、ー、と2012年頃ですね。Amazon はあの実は基準を満たさない顧客サービスをしてしまった時に、うん、自動でそれが通知されるっていう仕組みを自ら作っていたらしくてですね。はい、で、あるお客さんが Amazon で購入した映画を見ていたら。うん ちょっと再生がうまくいかなかったところがあったみたいですね。で、そしたらアマゾンからメールが来て。うん、あなたが映画を見ているときに、うまく再生されなかったことがわかったので、うん、本当に申し訳ないんで、お金返金しますと。へえ、うん。で、返金されたらしいんですね。すごいですね。そうなんですよ。 なんんんんで知っってるんだろうとと思いま、ね、すお客さんはちゃ売た電子的に売ったものはちゃんとここでデータを取っていて、うん、うまくいってなかったらちゃんとお返しするというお客さん重視でやっていて<ー>まあ実際にそれがあったのでお客さんはアマゾンからこんなことしてくれたっていう反応するので、うん、ま,あまずそれがアマゾンの評価を上げることにもなっているんですけど、まあ、そういう形でお客さんを重視するというのが一番大切にしていたと。はい であと2つ目が、えっと、計算したリスクを受け入れるというポリシーなんですけど新しいことをしようとすると基本的にまあ実験となるんで失敗しますよねということなんですけど失敗しないようなことをするのはあまり新しいことじゃないと、うんうん、なのでまあ失敗してもいいよということをアマゾンではまああの言っているということで、うん、まあ例えば2014年に発売したスマートフォンアマゾンもスマートフォンを作ったんですけど、はい、ファイヤーフォンという。 スマートフォン作っそうなんです実際売ってたんですけどあのなかなかやっぱり売れなくて、うん、まあ今 iPhone と Android になってるんですけど参入しようとしたんですけど失敗したんですけど、まあ、これも、えー、とベゾスはまあ、うん、他と一緒でやっぱ失敗したよねとただこれは実験だったと学ぶことはいっぱいあったからそれでいいんじゃないかと。うん ベゾスさんんででもそういういことあるんですね,そうなんですねただその失敗を糧に今の,その AI で使えるとか、うん、エコーっていう音声のやつとかが生まれてきているので、まあ、それはちゃんと生かしているので、まあので失敗をしてもいいよというか、うん、そこを糧にしていきましょうというのがまあポリシーとしてあると、はい、いうのがまあ2つ目ですね。というのがつ目ですね。で最後にこれあのベゾスが一番あの特徴と言われてるんですけど、うん、常に学んで好奇心を持つこと満足しないっていうのが結構ベゾスさん そうですよね、はい、あるんですけど、まあ、これを結構リーダーとかにも求めていまして、うん、常に新しいことをやるためにあの専門的になってくると、はい、どんどんこう専門家の目で見るんで視野が狭くなりがちになるんですよね。なのでそういうことを忘れてやっぱり最初の,その学習とか謙虚さとか初心の気持ちを忘れずに幅広く見,見てくださいねっていうのを常に言っていたと。うん、社員の方にもそうなんですよ、ね、であの例えばですね、えー、と2000年頃ですね、はい であのアマゾンにとってグーグルって別に検索サービスなんで競合じゃなかったんですけどベゾスさんは結構グーグルが将来的に競合になるんじゃないかともう読んでたんででたすか、はい、あの広い目で見てですね自分たちは物を売っているショッピングサイトなんだけど、はい、ちょっとなんかグーグルが気になると。うん、で とと同じよよううに検索を極めこれは結果的に今 Google で皆さん検索せずにものを買うときにでで検索すすると思うんですよね、うん、ここにつながっているというので,うで、ねはい、自分たちがこう今こうターゲットに絞っているところじゃなくてもっともっと広い目で見て初心を忘れずに研究していくっていうことをやっていってくださいというのを常にリーダーに伝えているとうでこういうことの積み重ねでガレージから190兆円に。そして 宇宙に行くわけですか。そうなんですよ。Go to the moon ですよ。はい。もうマエさんも行きますけど。はい。メザスさんも行く。メザスさんが一番初めに行く方ですか。えっ、ー、とですね。発表した当時は一番最初に行くこう、うん、お金持ちと言われてたんですけど。そうですよね。はい、あのバージングループという。はい。 あの大きなイギリスの会社があるんですけど、音楽のマシンですか？そうですね。あのはい、有名な飛行機とかを持っているような会社なんですけど、はい、そこの CEO が一番最初にベゾスさんの数日前に宇宙に行くと、うん、後出しで発表されまして、ベゾスさんが発表した後に <laughs>、はい、じゃあ僕はそれより前に行くよって言って発表したんですか？そうではい。ほん数日の差ですね。悔しかったでしょうね。はい まあでも続々ともう今年から来年にかけてそうです、ね、行かれる方が増えるので、はい、そういった私たちが今まで聞くことができなかった情報も入ってくるんじゃないですかそうですね。本当にまあ、一般の人までというのはまだちょっと時間がかかるかもしれないですけど今までそうとその宇宙飛行士と言われている人以外にも、はい、まあ宇宙に行くっていう時代になってきたなというす、はい、すごいです、ねはい、感じがしますすね行ってみたいいと思いますか僕はですね。 いや怖いいじゃないですか <laughs> <laughs> まだね、まだデータも取れてませんしね。けどちょっとね、あの地球見たいですよね、青く映像がある、あれは見たいです。青かったって、言うてみたいですね。っっうであれもまさか CEO を退任されるとは思いませんでしたけども、はいねまあ、創業者、会長としては残るんですけど、うん、CEO 職は一旦任せても現場は新たな人に任していくていう、うん、そうなんですね、はい、じゃあまた新たなビジネスを考えそうな気がしますけれども、ねはい、またこのピックマルシのコーナーでも。 教えてくださいね、はい、このコーナーでは、えー、音声を YouTube でお楽しみいただけますマルシェ国のホームページにピックマルシェのバナーがありますのでそこをクリックしてください過去のオンエアデータも YouTube にアップしていますまたニュースピックスをアプリで記事を探す場合はカタカナでピックマルシェと検索をしてみてくださいアプ,ロもアプリもダウンロードしてみてくださいねということでこの時間はニュースピックスの平山さんにお話をお伺いしました来週もよろしくお願いしますありがとうございました